fantasma. すいません、どうぞ。織田信長さんに来ていただきました。いかがでしたか。もう本当にもうフィギュアスケートってなんて素晴らしいスポーツなんだろうと思いながら、はい、座りました。まあ、ちょっと冗談は置いといて、あの本当に東京の皆さんにこう温かい拍手で迎え入れていただいて、自分でもあの今自分のできる満足な滑りは皆さんにお見せすることができたかなと思うので、あのすごく滑ってて気持ちよかったです。この演目ストーム、はい、どういった思いで滑られるものなんでしょうか。このプログラムはバンクーバーオリンピックが終わって一番最初に選んだプログラムで、自分自身もこう新しい自分を出したいだとか、あの生まれ変わりたいって思いを持って選んだプログラムなので、今改めてこのプログラムを滑るとそういう思いがこうふつふつと湧いてきて、やっぱりもっともっと成長していかないといけないなっていう感じるプログラムです。どこまで成長するんでしょうか、はい、織田さんは。そうですね、まだまだ、スケーターとしてもまだまだ皆さんの滑りに比べたらまだまだだと思いますし、他のプロの方はあの本当にいつでもどんな時でも素晴らしい演技をされるので、自分もそういったプロの方を見習ってまだまだ成長できる部分がジャンプもスピンもステップもまだまだあると思うので頑張りたいと思います。ありがとうございます。まだ引き続きね、はい、グループナンバーですからね、はい、頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。